これが一の門です。ついにこのチャンネル、こんなすげえのにたどり着いてしまいました。いやー、注目はね、ここに行きたいんですけど、まずこの L30 系のコグサはですね、本来ここにヘッドライトが入るんですけれども、リトガに関してはこのようにですね、専用のバンパーが入っています。さらに注目はこれもスーパーレアなウルトラレアなフォグランプ、当時の純正オプション品なんですが、ここにですね、カバーかかってますよね。ライト、フォグライトをつけるときにはカバーを外す、違うんです。見ててください。いきますよ。どうですか、激ヤバじゃないですか。そうなんです、これですね、リトラクタブルカバーがついてるんです。で、リトラといえば分かってますよ、上ですよね。一回でもライト消します。そう、今回紹介するですね、コグサリトラはですね、その名の通りリトラクタブルヘッドランプを持つですね、ツードアハッチバックなんです。本来のヘッドライトの位置はここだったんですけれども、その上面部分にですね、切り欠きがありまして、ここが開くんですよ。早速開き方見てみます。最高すぎます、かっこよすぎる。マジですか、これこの2ボックスのフォルムにスープラですとかトレノ系統のようなスポーティーなライト、これがね、意外に合うんですよ。紹介を進めるにあたってバッテリー気になりますから、ライトオフにします。閉まる姿もかっこいい。今回紹介しているこの L30 系のコグサはですね、それまでのコグサがですね、エンジン縦置きの FF っていう超独特の構成だったんですけれども、このモデルから一般的なエンジン横置きの FF になりました。で、サイド面での注目はこれですね、私レアすぎて記憶にないぐらいなんですが、なんとこれがですね、純正のホイールキャップなんです。ミラーっぽい形でいいんですけれども、この車ですね、全長とてもコンパクトで3865mm しかありません。ホイールベースは 2400mm 弱なんです。で、注目はね、やっぱりここ。いや、こうしてみるとこの車ってリトラのためにボディデザインしたんじゃないのって感じですよね。なぜなら非常にスラントして低いノーズがあるからなんです。むしろですね、一般的なグレードのこの位置のヘッドライトって低すぎたんじゃないでしょうか。そして注目は横、この薄いボンネットラインをですね、実はですね、形作っているのはこの大きなリブが入ったセンターのラインなんです。このラインがないと実はね、結構ね、ボンネット厚めだということが分かって、こういうところにデザイナーの UDE を感じます。で、そのラインはですね、このまま後方にスラッと伸びていく形になります。また今回紹介している個体なんですが、このホイールキャップ以外にもウルトラレアな箇所があります。それはここ、純正のですね、これ電動のサンルーフがですね、ついているんです。しかもついているだけじゃなく実動するそうです。本当でしょうか、やってみます。このようにルーフ側はですね、まずシェードがついていて、でね、開きます。さらにこちらのスイッチ操作で開くはずなんですが、いきます。疑ってすみませんでした。完璧に開きます、素晴らしい。なお、閉めるときにはですね、シーソースイッチのこちらを押すだけでは閉まらず、こちらのクローズボタンを押しながら閉める必要があります。安全対策ですね。そしてリアに待ってきました。注目、このボディサイドのですね、大きな切り欠きにこうする高さでテールランプ、薄く左右に車幅いっぱいに広がっています。ただこれ、この車結構ね、ワイドで低く見えるんですけれども、全幅は 1625mm しかないんです。今時から考えたらめちゃ狭なんですけれども、でもかっこいい。ほら、ドーンと低重心のフォルムです。さらに注目はここ、これ実は初めて見ましたが、これ販売店オプションの純正のデカールなんです。これはね、何を表しているかというと、ロータリーエンジン RE なんですね。嘘なんですね、本当はリトラと書いてあります。で、注目はここ、このリトラグレード、正確にはリトラ SX というグレード名になります。実はこの型のコグサのデビュー当初、リトラクタブルを搭載しているモデルはですね、この SX というモノグレードのみだったんです。で、この SX グレードは、このエンジン搭載されているのは 1.5 リッターの4気筒ユニット、 3E 型というもので、1気筒あたり3バルブ合計12バルブのユニットでですね、最高出力は79馬力、そして最大トルクは117ニュートンのものでした。こうやって 1.5 リッターの12バルブの、まあ、ハイメカのユニットなんですけれども、これを出しておきながら、その後にですね、実はトヨタはよりハイパワーなモデルであるですね、ターボユニットを搭載した GP ターボというグレードを追加します。実はその GP ターボになりますと、ここにですね、
エアインテークの穴が開いたりして見た目で全く違うアピールができていたんです。そうでした。このようにしてトヨタはですね、後からいいモデル、追加モデル出していくっていう商法をその昔はやってましたね。最近は最初からドカンと出しますけれども、でちなみに先ほどフォグランプ見せましたけれども、実はですねフォグランプいっぱい当時用意されてまして、実はスポーツパッケージ系のものをオプションを選ぶとですね、ここバンパーのコーナー、このモデルでは黒い蓋がされてますけれども、バンパーのコーナーに沿ったフォグランプとエアロパーツ類がセットになったパッケージオプションを選択することもできました。さあコグサリトガでライトをパカパカしながら舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧の足のためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、だあれ、まさか全くないかと思ったらバニティミラーではなかった。サンルーフの操作方法のプレートでした。というわけで何にもない0点です。フロントシートです。バケット形状、しかし肩回りだけはですね動きが自由になるように細くした当時のトヨタのスポーツシート。なおこのシートですね、このようにしてリクライニングはもちろん、こちらのダイヤルでシートの座面調整もできますが、それだけじゃないんです。ヘッドレスト、これ上下に動くのはもちろんなんですが、なんと前後方向にも角度調整できるんです。えらいね。さあじゃあもう一回座るの前にですね、えらいのはペダル。この車2ペダルの AT 仕様なんですが、見てください、ほら奥フットレストがしっかり装着されている車両はこの当時のコンパクトではとても珍しかったんです。ステアリングは3本スポークのスポーティーなもの、シルト機構も備わっててえらいね。インパネです。今回紹介しているモデル1986年モデルなのに、何ですかこの綺麗さ。メーターはアナログ5眼プラス1タイプ。始動も一発でエンジンの調子もいい。これは電圧計で、この下にはですねデジタル時計が備わっています。ステアリングのバイザーはかなり大型のタイプになっていますけれども、その下こちらにあるのがフォグランプのオンオフスイッチで、オンすると点灯と同時に先ほどのカバーがガバリと開きます。トランスミッションはトルコン式の4段 AT です。このようにストレートゲートタイプです。なおこのモデルしっかり小回りが効く仕様で、最小回転半径は 4.7 メートルなんでした。ちっちゃいね。シートベルトもブルーでおしゃれです。紹介続けましょう。注目ここ、エアコンの吹き出し口、エアコンがですね整然と並んでいますけれども、注目してほしいのはその下なんです。実は一般的にはここにはですね DIN ユニット、DIN サイズのユニットが入るわけなんですけれども、これ見てください、なんか高さがおかしくないですか、縦横比が。そうなんです、実はですねこれ 2DIN サイズが入ってるんですが、さらにそれよりも余裕がある 2DIN ではなく 2.5DIN のエクストラサイズになっているんです。これを当時のトヨタはフリーラックコンソールと呼んでました。横幅は18センチ、縦幅も 17.5 センチもありまして、ですからこの変形ディンサイズのユニットが入って、その下に小物入れも設置できたりしてるんです。すごい、これカセットも実動なんてことでしょう。カセットが残ってる個体は多いんですが、しっかりカセットも実動タイプです。そしてこのインパネですね、実は溝が掘ってありまして、この上に小物が置ける仕様になっています。小物といえば助手席の下にも、ここには折りたたみ傘入りますよね。グローブボックスももちろんあります。またドア取っ手の下にも小物入れあります。これで小物入れ終わりでしょうか、違うんです。ここ、このようにセンターにも小物入れがあります。シャキーン、リアシートの硬さをの前に注目ポイントあります。この下、このペダル、これ助手席ウォークイン機構といいまして、このように押しますと一発で助手席が倒れて前にスライドして広い空間ができます。というわけで改めまして、シャキーン、リアシートの硬さを赤身トロ、中トロ、大トロで確認、冷凍マグロチェックアップと。あー意外だ、柔らかめではなくやや固め、赤身でした。いやしかし見てください、リアもフロント同様にですねボリュームフルな造形で、かつ綺麗。何この綺麗さ。あのねシートも綺麗なんですけど、これね内装の壁、それから私がびっくりしたのがフロアマット、そしてフロアカーペット、ほぼ新品じゃないでしょうかこれ。というわけで乗らせていただきます。あ、乗り込みはね割とスムーズだな。前後それほど高くない車なのに、身長173センチの私が座ってこれだけの余裕があります。でこのモデルですね、実は50対50の分割可動式なんですけれども、単純にですねこのノブで前に倒すだけじゃあございません。実はこの下、一度座面を起こしまして、そして起こして出たカーペットも綺麗という、これほんまもんですね。でこのようにシートを倒す、すると広い空間ができるというわけでした。さあこのウォークイン機構の続きです。このように引くとですね通常の乗車モードに戻りますが、このように
起こすと助手席を倒す前の状態に復元するのが偉いところなんです。出るときには普通に踏めばまた前に出てくれます。ではラゲッジチェックしましょう。でこれがあるあるなんですが、今のね気持ち、今の車に接する気持ちでここを触ろうとすると、そうなんです、この昔はですねここから簡単に柵なんて開けられなかったんですよね。でしかもですねキーで開けるっていうのがまだまだ主流の時代でした。その時代に、それが主流の時代にこのコルサはですね、これなんです、リモートオープンのスイッチを持っていた、ここですね、こっちだ。これもね当時のコンパクトカーとしては珍しい装備でした。というわけで開けていきます。なるほどね、このテールライトは残るんですね。利便性、開口面積だけを追求するとこれはやっぱりこっからこう切りかけてこっから開くとかになるんですが、このかっこよさ捨てがたいですよね。そしてこの分ボディ剛性も上がってるはずで、中の容積はまあ普通ね、そう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 って感じです。右は工具類、しかしこの内装もブルーがツヤツヤ。左はラゲッジランプ、そして今はもう絶対ね、まずそもそもナショナルというブランドがなくなってしまいましたが、当時もののスピーカーがセットされています。さあここで動画の途中なんですが、今回のこのビカモンのコルサをですね販売して、そして撮影に協力してくれているお店を紹介します。長野県のですね松本市にありますトップランさんです。実はですねこのトップランさん、私ですね別の取材で一度訪れたことがありまして、それは5年前になりますが、5年ぶりに来てみたんですけれども、当時と変わらぬというかそれ以上のラインナップになってまして、こちらのお店ですね新車中古車販売もしているんですけれども、とりわけ言いたいのは中古車販売で N 番とかねスーパーハイト系とか一般的な車から輸入車のゴルフとかボルボとか様々なジャンル年代を扱っているのみならずですよ、今回のコルサみたいな旧車、ここにいるのは賢明じゃないですか。さらにスバル362といった形でウルトラレアな昔々の旧車も扱ってます。で販売だけじゃなくしっかり整備もされているというですね、いやマジで普通に車好きにとってドリーム、あードリームフィールドオブドリームスみたいなですね夢の国のようなお店なんです。実は店舗の駐車場はここだけじゃなくて他にもいっぱいありまして、そちらにはですねランボルギーニ系とかのエキゾチックカーとか、あとはヨーロッパの旧車なんかもあって、マジでねマジでカーセンサーとかの在庫車両 一覧を見てるだけで何時間も経ってしまいます。というわけでこのコルサリトガに興味がある人も、それ以外の車に興味がある人も一度まずはですねお店情報を見てみてください。それにしてもこっから見える視界のものがみんな超綺麗で、時代が今何年なのか分かりません。今正しくは1997年でしたっけ、すいません反省してます。何も思い浮かばないんだったら何も喋んない方がいいですよね、いいボケが浮かばないんだったら。さあこれですね、この3E型のエンジンはですね 1.5 リッターで12バルブ117馬力の出力を持っています。いやしかしちょっと待って、これ個体の出来がめちゃめちゃいい、出来じゃない状態がいい、いやすごい、ブッシュも完璧に生きてるじゃん。段差を乗り越えてもぬぬという感じでガチャンとかバターンみたいな音がしません。さあこれですね12バルブのですね当時としてはですハイスペックなエンジンなんですけれども、まあいかんせん117馬力ですから今時の基準でいうとそれほど多くはありません。ですからまあ約40年前の車なので、まあそこら辺を加味しつつ、それでもやっぱりですねエンジンの出力見てみましょう。おちょっと待って、割とこれトルクが下から熱いぞ。若干混んでる空間ではそれほど簡単には踏めないぐらいいいトルクの出し方をしてます。よう、ああ本当にやっぱいいな、ね、2000回転も回してないのにトルクが分厚いからそれ以上回す必要がない街乗りのスピードでは。いやーそしてやっぱ交差点を曲がってもですね足回りがしっかり生きてるから操作すること自体が楽しい、ゴムがしっかり生きてる車ってやっぱいいな。さあそして少し道が空きました上り勾配ですが踏んでみましょう。あーやっぱりだ、まるでねちょっとねディーゼルエンジン味があるぐらい非常に低い回転でトルクを出してくれてます。これ以上ねちょっと、ね、上まで爽快に吹かすためにはですね売り物でもありますし、またもっと広い道も必要なのでちょっと
そこまでは踏み込みませんが、ただねこれね、実はこの当時の FF 車ではまだまだ一般的だったドライブシャフトが不等長なんですよ。なんですけどこのように急激にトルクをかけてもどっかへ持ってかれるような強いトルクステアはありません。素直な運転特性です。でこのように曲がってみてもね、非常に素直なんだよな。これフロントはストラット、リアはですねトーションビームに似た構造のですね半独立タイプなんですが、これとりわけ注目してほしいのは、あというのが今段差を乗り越えてもねやっぱ状態がいいから全然バタつきがない、乗り心地いい。注目のフロントなんですけれども、これストラットなんですけれども、ロアアームがですね一般的な、この当時では一般的なバー一本ものではなくて L 字型の割と剛性のある大きめのものなんです。ですから横剛性がきっちり出てますので、あーいやこれでもやっぱり個体の状態がとにかくいいから、こうやってねステアリングを切ることだけで楽しいし、今言ったように L 型のロアアームによって剛性が出てるのでコーナーの踏ん張りも効きます。またですねこれ長野のいい景色で、さらにこの景色を良くするアイテム作動しましょう。そうライトです。いきますよ、かっきー。そして閉めますよ、いいね。もう一回やっちゃおっか、閉めるよ、いや最高です。前見てるだけでニヤニヤしちゃいます。というわけでコグサリトラ SX はですね、見た目もかっこいいんですけども、乗ってもね、これそう車重がね890キロしかないんですよ。乗ってもキビキビ走る大変美味な車でした。ごちそうさまでした。いやーでも嬉しいな、この車に乗れるなんて。これ一般的なスポーツカーよりもリトラに巡り合う確率って低いと思うんですよね。